アイルランド島の衛星写真アイルランド島はヨーロッパの北西ブリテン島の西に位置するアイルランドの歴史ではヨーロッパ北西部に位置するアイルランド島における歴史を記述するアイルランド市は隣り合うブリテン島におけるイギリスの歴史から多大な影響を受けてきた近年の歴史学研究においてはイングランド、スコットランド、ウェールズの歴史と合わせて ブリテンの歴史というカテゴリーも用いられている。アイルランド島に初めて人類が居住したのは紀元前7500年頃旧石器時代であるとされる。紀元後600年頃にキリスト教布教が行われ、それまで信仰されていた多神教は駆逐された。アイルランド語は古代より島に居住した人々が用いてきた固有の言語であるが、 バイキングやノルマン人による影響も存在する。イングランドによるアイルランドの植民地化は1169年のノルマン人侵攻に始まった。イングランド王がアイルランド島の完全な支配権を手に入れるには1534年から1691年に至るまで多くの遠征を必要とした。1782年から1800年にかけてアイルランドは 限定的な自治権を獲得したが、少数派の国境都に対して、大多数を占めるカトリックは、刑罰法によって厳しい差別を受けていた。1798年の反乱鎮圧の後、イングランドは、アイルランドの完全な植民地化を完成させる道を急ぐことになる。1801年には、アイルランド議会が廃止され、アイルランドは、 連合法の元グレートブリテン及びアイルランド、連合王国の構成国となり、完全に英国に併合された。併合により幾分かのカトリック教徒の地位、工場政策などが行われたが、経済、貿易の中心がロンドンへと移行したため、アイルランド経済はさらに停滞した。1840年代には、ジャガイモ基金が発生。 被害や移民などにより1840年のピーク時には800万人を数えた人口は1911年に440万人にまで減少した。第一次世界大戦後の1922年、アイルランド独立戦争が発生した。AI 条約による講和によって南部、西部アイルランドの26地方がイギリスアイルランド連合王国から分離し、新たに アイルランド自由国を建国した。1937年には名称をアイルランドと変えに至るが、一般的にはアイルランド共和国と呼称されている。アイルランド島の残余部、プロテスタントが人口の過半数を占めていた北アイルランド6県は1922年の独立以後もイギリス統治下に留まった。アイルランド経済は独立以後の何十年もの間、 経済不況と移民による人口減少に苦しみ続けたが、1990年代に入り、アメリカの IT 企業などからの積極的な投資を受け、ケルトの虎と称される経済の活況を提するようになった。一方北アイルランドでは、カトリック教徒が多数を占めるアイルランド民族主義者と、イギリスとの連合主義者であるプロテスタントとの対立が、たびたび激化し、 1960年代からはトラブルと称される北アイルランド問題が30年に渡り続いたが、現在は平和的解決へ向けて話し合いが進んでいる。キリスト教不教以前のアイルランド人に関する記述はわずかしか残されていない。古代ローマの記述家によるアイルランドの詩、神話などが残されている。アイルランドに初めて人類が居住したのは紀元前8000年頃。 石器時代から中石器時代にかけ氷河が交代し、気候が温暖になった以降である。その頃の人々は、ヨーロッパ先住系のハップログループ I に属す人々と考えられる。それから3000から4000年後には、大陸から農業が導入され、ニューグレンジなどの巨石記念物に代表される新石器文化が反映した。この農耕と巨石文明をもたらしたのは、 ハプログループ G に R に属す人々と考えられる。現在痕跡が残る程度のこれらの文化は、当時非常に栄えアイルランド島の人口も増加した。紀元前2500年に始まる、青銅器時代には金、青銅製の装飾品が多く作られ、現在もその遺物を見ることができる。この頃には、ケルト系ハプログループ R1 ビットが到達したと考えられる。 アイルランドにおける鉄器時代は紀元前600年に始まった。431年以降には、トゥーシアート、エジアラ、ラス、ミレ、ライジ人、ムヘイン、クアオルネクマクトなどの王国が騒乱を繰り返した。これらの王国は僧侶たちにより支配されていた。ドルイドは教育者、科学者、詩人、占い師、法と歴史の担い手として働いていた。イギリス、 アイルランドの歴史家たちは、これらの古代アイルランド人の用いた言語は、ケルト語の一文派である、ゲール語であり、古代のケルト族の信仰により、アイルランドに定着したと考えてきた。しかし20世紀に入り、アイルランド固有の言語、文化は、周囲から独立して発展してきたとする学説が、台頭してきた。これは、ケルトの信仰を証明するような高校遺跡が、 未だ発見されていないことを根拠としている。近年行われた遺伝学的調査からは、ケルト文化は後期青銅期時代に次第に吸収されたという仮説が支持されている。ローマ人はアイルランドをヒベルニアと呼称していた。また、プトレマイオスはアイルランドの地理、種族を記している。アイルランドはローマ帝国に属することこそなかったものの、ローマから 多大な文化的影響を受けていた。タキトゥスは、アイルランドの族長たちが、ブリテン島のアグリコラと同盟し、アイルランドの支配権を取り戻したと記している。一方、ユーエナリスによると、ローマの支配はその国境を越え広がっていたとされる。ローマ帝国が軍を進めていたならば、アイルランドにおける抵抗は立ちどころに粉砕されたと思われる。ローマとヒベルニアとの関係については、 現在も不明な部分が多い。クイーン付近の塔12世紀までに、アイルランド島は、大小様々な王国によって、分割統治されるようになっていた。それらのうちの一つ、レンスター王、ディームットマック・マーチャーダは、新たな上王ロードリー・マック・ターデル・バック・ウーア・クロホル指揮下の連合軍によって、自身の王国から追放されていた。彼は王国を取り戻すために、 ヘンリー二世の許可を得て、ノルマン人の協力を仰ぐことにした。1167年に一人目のノルマン人騎士、リチャード・フィッツ・ゴットバート・デローチがアイルランドに上陸し、その後1169年にはウェールズ及びフランドルからのノルマン人主力部隊がウェックスフォードに到着した。彼らの働きにより、レンスター王国は復興し、ダブリンとウォーターフォードがレンスター王の支配下に入った。 王は、ノルマン人貴族のリチャード・ドクレアを養子に据えて、自身の後継者としたが、これには、イングランドのヘンリー二世が反発した。アイルランドにイングランドと、相対する、ノルマン人王朝ができることに不安を持ったヘンリーは、アイルランド侵攻を決意した。ヘンリーは軍を率いて1171年に、ウォーター・フォードに上陸し、アイルランド島へ上陸した初のイングランド王となった。 ヘンリーは、ウォーター・フォードとダブリンを横領都市として宣言し、自身の息子ジョンに、アイルランドの支配権、ドミヌス・ハイバーニーを与えた。ジョンが兄リチャード一世紀の後を継いで、イングランド王位を継承すると、アイルランドもイングランド王国の支配下に入った。シャノン川沿いのジョン王の巨城のルマン人は、アイルランド島の東岸地域、ウォーター・フォードから、東、アルスターまでを支配下に置いていた。 これらの地域のアングロノルマンの伯爵たちはダブリンやロンドンからは独立していた。アイルランド教としてアイルランドを訪問したジョン王はこれらの伯爵家の軍事及び統治上での独立を承認した。その他のノルマン人貴族はジョンのもとに忠誠を誓っていた。1315年にスコットランドのエドワード・ブルースがゲール人のハイ・イングランド貴族を味方につけて、 アイルランド王に衰退され、アイルランドに侵攻した。エドワードが敗退するまでに、ダブリンを中心として、多くの都市が破壊された。しかしこの戦乱王を利用して、アイルランド人貴族たちは、イングランドの占領によって奪われた土地の多くを取り戻した。国史病1348年にアイルランドに上陸し、 都市に住む植民者たちの人口を激減させた1348年には、ペストがアイルランドへと伝染した。主に田舎に住んでいたアイルランド人に対して、イングランド人やノルマン人の多くは、都市部に居住していたため、ペストにより大きな犠牲を出した。キルケニーの修道院に伝わる記録では、国死病は人類の絶滅と世界の終わりの始まりであると書かれている。 ペストが去った後にアイルランド語とアイルランド土着の文化が一時的に勢力を取り戻した。この時期の英語圏はダブリン周辺のペール地域のみに縮小している。ペール以外のアイルランドでヒベルのノルマン人貴族はアイルランド語とその風俗を取り入れていた。彼らはオールドイングリッシュと呼ばれ、本来のアイルランド人よりもさらにアイルランド的であると言われた。以後の数世紀にわたり、 彼らは、イングランドとアイルランドとの対立の前面に立ち、カトリックの信仰を守り続けることになる。イングランドは、アイルランドのゲール化を有料し、キルケニーで開催した議会において、イングランド人が、ゲールの服を着、アイルランド語を話すことを禁止したが、ダブリンにおける、行政府の権威が小さかったため、この命令はほとんど、効果を上げなかった。15世紀の後半にはイングランドで、 バラ戦争が勃発し、アイルランドにおける、イングランドの影響力はほぼ消失した。アイルランドにおける権威は、キルデア・ハク・フィッツ・ジェラルド家が一手に握っていた。1536年、イングランド国王ヘンリーパッセイにより、強行権が否定されると、その影響はアイルランドにも大きな変化を与えることになった。ヘンリーの息子のエドワード6世の時代に改革は、さらに進み、 イングランドの教会はカトリック教会からの完全な独立を果たした。イングランドとエールズ、後にはスコットランドがプロテスタンティズムを受け入れたのに対してアイルランドではカトリックの教義をカくなに守り続けた。プロテスタントとカトリックの対立はその後のイングランドによるアイルランド再占領と植民地化による対立を激化させることになった。当時アイルランドを統治していた。 キルデア・ハク・フィッツ・ジェラルド家は、イングランドと協力関係にあったが、15世紀には、ブルゴーニュ人部隊をダブリンに呼び寄せ、戦勝者、ランバート・シムネルをヨーク家の末裔として、イングランド王に即位させていた。1536年に、トーマス・フィッツ・ジェラルドが反乱を起こすと、反乱を鎮圧したヘンリー・パッセイはアイルランドを、完全に、イングランドの統治下に収めることを決意した。 ヘンリーは、それまで、イングランド王のアイルランド君主としての称号であった、アイルランド教に変えて、アイルランドの有力諸侯が認めないにもかかわらず、アイルランド王を称した。イングランドによる支配権拡大には、その後、100年はあまりの時間が費やされた。このイングランドによる再占領は、エリザベス1世とジェームズ1世の時代に一応、完了した。 一度かに及ぶアイルランドの反乱を鎮圧すると、ダブリンに置かれたイングランドの行政府の前頭に及ぶ支配権は確実なものになった。16世紀中期から17世紀にかけては、イングランドの植民地化が進行した。スコットランドとイングランドからの入植者がマンスター、アルスター地方へと移住し、カトリック刑罰法により、アイルランドの特権階級を形成した。 オリバー・クロムウェル1649年から1651年にかけての遠征によりアイルランドの植民地化が進んだ17世紀はアイルランド史の中で最も血塗られた時代であるアイルランド同盟戦争クロムウェルのアイルランド侵略ウィリアマイト戦争により人口は激減カトリックに対する刑罰法によってカトリックの地主階級が凋落し差別が 固定化することになった。17世紀中期のアイルランドでは、キルケニー同盟が放棄したアイルランド反乱に橋を発するアイルランド同盟戦争が発生していた。この戦争によりカトリック教徒はアイルランドの支配権を取り戻したが、1649年のオリバー・クロムウェルが率いた植民地主義的な侵略、いわゆるアイルランド遠征によってそれも終わりを告げた。 このイングランドによる侵略が引き金となり、アイルランドの人口の3分の1が死亡するか亡命したとされる。1641年の反乱への懲罰として、ほぼすべてのカトリック地主の土地が没収され、イングランド人入植者へと与えられた。アイルランド人の地主たちは、この都地方へと移住させられた。ジェームズ2世ジャコバイトとして知られる。 アイルランドのカトリックたちはジェームズに味方し1689年から91年まで戦った1689年、アイルランドは名誉革命の舞台となった。カトリック教徒であるジェームズ2世がイングランド議会により敗位され、オランダ総督、オラニエコウウィレム3世がウィリアム3世として即位すると、アイルランドのカトリックはジェームズを支援して、イングランド大いに、 福井させようと試みた。このウィリアマイト戦争でアイルランドはカトリックとプロテスタントに二分して相争ったが1690年に母音の戦いでジェームズ軍が敗れるとアイルランドでもプロテスタント支配が強化されカトリック刑罰法も以前に増して厳しく施行されるようになった。アイルランド人のイングランドへの不満は植民地支配により 経済情勢が悪化するにつれ激しさを増していった。適当な地主の不在により農業生産は輸出品中心となり国内消費に必要な農産物は不足した。1740年代には2年にわたる寒波がアイルランドを襲いアイルランド大飢饉と呼ばれる飢饉により40万人もの農民が死亡した。イングランドの貿易法によって アイルランドの輸出物が関税をかけられるのに対して、イングランドの製品は無関税で、アイルランドに流入した。アイルランド人のカトリック信仰は続いていたが、17世紀には大きな反乱などが生じることはなかった。18世紀になると、プロテスタントの特権階級の間で、アイルランド人としての意識が芽生え始めた。さらに1775年に勃発した。 アメリカ独立戦争の対処に追われたイギリスはアイルランドに対して強行策が取れなくなった。こうした中、ヘンリー・グラタンにより引きられた党派はイギリスとの貿易不均衡の改善やアイルランド議会の尊重を訴え事実上立法権を回復させるなどアイルランド議会の地位を向上させた。こうしたことからこの時期の議会はグラタン議会とも称される。しかし、 アイルランド人の結束が一枚岩であったわけではない。当時のアイルランド議会はプロテスタント系地主が中心であり、多くの人々はカトリック教徒の政治参加など一層の議会改革を求めていた。1789年にフランス革命が勃発するとアイルランドにおいても革命政権との連携を通じて求心的改革を図ろうとする動きがあり、 革命の波及を恐れた a 首相、ウィリアム・ピットまでがカトリック教徒の政治参加に理解を示す妥協的姿勢を見捨てた。こうしてアイルランド議会のプロテスタント勢力は孤立し、イギリスへの完全併合をむしろ必要とするようになった。一方百7 9 1年にはウルフトーンによって信教の自由とイギリス支配からの独立を掲げるユナイテッド。 アイリッシュ面が設立された。この活動は1798年の反乱により頂点を迎えたがタラの丘での戦闘などでイギリス軍により鎮圧された。アイルランドで高まったフランス革命への共感はフランスと対立するイギリス政府の大きな懸念材料となりその解決策としてアイルランド併合が施行された。カトリック教徒解放という公約を示した上で 1800年にグレートブリテン議会とアイルランド議会で連合法が可決され、翌1801年にグレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立し、アイルランドは国外植民地としての自主性も失い、完全にイギリスに併合された。しかし、国王ジョージ三世への強硬な反対などもあり、カトリック教徒解放の公約はあり保され続けた。 ダニエル・オコンネル1801年、前年に可決された連合法を受けて、アイルランド王国は、グレートブリテン王国へ並行され、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が、発足した。連合法可決前に、アイルランドへの譲歩として約束されていた、カトリック教徒やプレスビテリアンへの政治的差別解消は、当時のイギリス国王ジョージ賛世への反対などもあり、実現が遅れた。 結局、アイルランドの地位向上はナポレオン戦争の終結後となった。カトリック教徒協会を率いたダニエル・オコンネルらの尽力によって1828年に審査法が廃止され、1829年にカトリック教徒解放法が定められた。イギリスに完全に併合されたとは言っても、実際はそれ以前からイギリス国王がアイルランド国王を兼ねていたため、 植民地であることには変わりなかったが、形式上連合王国の一員となったことで、さらなるイギリスへの同化圧力が加えられることになった。1845年から1849年にかけてはアイルランドをジャガイモ基金が襲い、アイルランドからのアメリカ合衆国などへの移民を促進させる原因となった。基金以前に800万人を数えた人口は、 1911年には410万人にまで減少している。アイルランドの人口減少1841年の1851年、アイルランド語の使用は19世紀に急激に減少した。これは基金の影響に加え、イギリスによる国民学校の設立、当時のアイルランド人政治家による排斥などが影響している。 変わって用いられるようになった英語は、イングランド本土の英語と文法的に相違があり、一種の方言とみなされている。これは、古英語に由来する文法の柔軟性が特徴的なアイルランド英語として、20世紀前半のイギリス文学界にも一定の影響を与えた。J.M. シング、ジョージ・バーナード賞、ショーノ・ケイシー、オスカー・ワイルドなどは、その代表である。 1870年頃にはアイルランド自治が再び取り上げられるようになった。政治活動を指揮したのはプロテスタントの王子主であったチャールズ・スチュワート・パーネルと彼が作り上げた自治同盟である。イギリスの首相ウィリアム・グラッドストーンはパーネルと協力して1886年と1893年の2度に渡り自治法導入を図ったが、いずれも 上院での反対により失敗に終わった。アイルランドにおけるバーネルの絶大な影響力は彼が友人の妻と内縁の関係にあったことが発覚したことにより終わりを告げた。現在では王冠なきアイルランド国王と呼ばれるなどアイルランドで最も尊敬を集める政治家の一人となっている。これらの自治権付与への流れの中でアイルランド民族主義者とイギリスへの帰属を求める。 ユニオニストの対立が激化していった。アイルランド党全体では圧倒的に優勢を占めていたナショナリストカトリック教徒が要求する自治に対し北東部のアルスター6県で多数を占めていたユニオニスト国教徒は自らの経済的、政治的特権が奪われることを恐れていた。ナショナリスト中の過激派イギリスから実力で独立を勝ち取ろうと目論んでいた。 1803年にはロバート・エメットが率いる共和主義者が、1848年にはトーマス・フランシス・マハーなどのアイルランド青年団が反乱を起こした。そして1868年には後の IRA の前身となるアイルランド共和同盟の暴動が発生した。これらの事件は皆鎮圧されたが、 暴力的政治活動という伝統は以後のアイルランド史にも引き継がれることになる。19世紀後半にはアイルランドの土地改革が図られた。マイケル・デイビッドの率いる土地連盟は1870年頃から地主の所有地を分割し、小坂みのりに分け与える政策を推し進めた。農村の状況が改善していったにもかかわらず、アイルランドの首都ダブリンでは、 当時のイギリス帝国最悪とも言われた貧富の差が発生していた。モントと呼ばれる治安の悪い観落街は、ジェームズ・ジョイスをはじめとする多くの小説の舞台となっている。アイルランド共和国暫定政府の設立宣言書、イースター法規に際して発表された1914年9月、第一次世界大戦の勃発に際して、イギリス議会はアイルランド自治法を成立させたが、 当初この対戦は短期戦に終わると予想されたため、施行は一時停止された。対戦が終結するまでに、イギリス政府は二度にわたり、法律の履行を試みたが、アイルランドでは、ナショナリストとユニオニストの両者ともに、アルスター地方の分離に反対した。1916年には、ドイツの支援を受けたアイルランド義勇軍により、イースター放棄が企てられた。 不十分な計画のまま開始されたダブリン市内での放棄は英軍により直ちに鎮圧されたが、英軍の軍法会議により首謀者が即刻処刑されたため、放棄を企てたナショナリストへ同情が集まった。徴兵の導入が検討されるようになると、ナショナリストへの指示がさらに増した。戦後の1918年12月に行われたアイルランド総選挙では、 イースター法規に関与したとされた新兵員が議席の4分の3を獲得した。翌1919 19年1月21日に開催されたアイルランド共和国議会では自らの権限がアイルランド当前域に及ぶと宣言した。国際法上はイギリス統治下に留まっていたことに不満を持つナショナリストは1919年から1921年に かけてのアイルランド独立戦争でアイルランド中流英軍に対してゲリラ攻撃を行った。1921年にアイルランド側代表イギリス政府は休戦に同意し12月には AI 条約が調印された。これらの交渉には独立戦争の英雄であるアーサー・グリフィスとマイケル・コリンズなどが当たった。条約により南アイルランドに イギリス連邦下のアイルランド自由国が成立したが、アルスター地方のうち6県は北アイルランドとして、イギリスの直接統治下に留まることになった。現在も続く北アイルランドの貴族問題は、この条約に始まっている。アイルランドの政治的な地図。アイルランドを分断することになった条約が批准されると、アイルランド国内のナショナリストたちは、条約賛成派と、 条約反対派に2分された。1922年から1923年にかけて、両者の間にはアイルランド内戦が発生し多くの犠牲者を出した。この民族主義者間の分断は、現在のアイルランドの政治にも影響を与えており、保守派はフィアナフォイルとフィナゲールに分裂している。しかし、経済強行によりヨーロッパの多くの国で、 政治的な混乱が発生した際にもアイルランド自由国では民主主義が揺らぐことはなかった。内戦で多くの同胞を失った。英文ではあれらの率いるフィオナホイルは1932年の総選挙に勝利し政権を握った。この頃のアイルランドは国家破産は免れたものの失業率と移民数は高い水準を維持していた。一方カトリック教会は政府、 社会に対し影響力を保持し続けた。1937年にはアイルランド憲法が交付され国名をエールへ変更した。アイルランドは第二次世界大戦の間イギリスやアメリカの再三に渡る連合国としての参戦要請を拒否して中立を維持したが数万人の義勇兵が英軍に参加している。大戦が伸びるにつれ周辺国との貿易の停滞により 食料や燃料の供給事情は年々悪化していった。最近の研究によるとアイルランドの連合国への関与は従来思われていたよりも大きく D y の欠航を決定づけた天候情報はアイルランドから提供されたと判明している。一方でダブリンには終戦時まで日本大使館が設置され中立国交換としての立場で在洋法人の支援を行った。 1949年には、共和制国家アイルランドの成立が宣言され、イギリス連邦から離脱した。1960年代にはアイルランドは、ショー・リーマス首相と TK ホイッテカーの下で、経済体制の転換を図った。1968年には教育省、ブライアン・レニハンにより高等教育が無料化された。1960年代初期から、政府は、 欧州経済共同体への参加を希望したが、イギリス経済への過度の依存を懸念され、アイルランドが加盟を果たしたのは、イギリスの加盟が実現した1973年のことであった。1970年代の不況は、ジャック・リンチ首相の経済政策のミスによるものと見られている。しかしその後の経済立て直しとアメリカ、 ヨーロッパ各国からの投資の増大により1990年代のアイルランド経済は世界でも有数の成長を記録した。アイルランドの経済成長はケルトの虎と称されるようになり2000年代に欧州連合への加盟を果たした旧東側諸国の経済成長モデルとして注目された。従来カトリック教会の影響により保守的傾向が 強かったアイルランド社会だが、リベラルな傾向も見られるようになっている。離婚が合法化され、ホモセクシャルが犯罪ではなくなった。最高裁の判決により限定的な状況における、否認も認められた。カトリック教会内部で発生した性的、経済的なスキャンダルにより、宗教的権威が低下しており、毎週末のミサへの参加者は半数に減少した。 1921年から1971年にかけて北アイルランドは東ベルファストに基盤を置くアルスター統一党政府により統治されていた。創設者のジェームズ・クレイグは北アイルランドをプロテスタントによるプロテスタント国家であると述べている。カトリック教徒が被っていた就職や住居そして政治上の差別は多数派に有利な選挙システムにより成り立っていた。 1960年代アメリカ合衆国における公民権運動の活発化により差別撤廃への関心が強まった。カトリックによるデモがウハユニオニストの影響下にあるロイヤル・アルスター警察により暴力を用いて鎮圧されたため社会不安が増加した。騒乱を沈めるために英軍部隊が北アイルランドに派遣され現地の警察に代わりがいの警備につくことになった。 紛争は、地の日曜日事件と地の金曜日事件が発生した1970年代前半に頂点を迎えた。これらの北アイルランド問題は、英語ではシンプルに、ザ・トラブルズと呼ばれている。紛争に対しなす術のないストーモント議会は1972年に閉会し、翌年正式に廃止された。北、アイルランドでは、IRA 暫定派、IRA、な、 アルスター防衛同盟、アルスター義勇軍、ラックと英軍が互いに攻撃、テロを繰り返し、これらの事件による死者は3000名にも及ぶ。テロは北、アイルランドのみならず、イギリス、アイルランドにも伝播していった。以後の27年間、北アイルランドは、イギリス政府に設けられた北、アイルランド担当大臣による、直接統治下に置かれた。この統治に要する主要な法律は、 通常の手続きに従い会員で可決、成立したが、多くの微細な取り決めは、議会の審議を受けることなく数密院令によって、発布された。イギリス政府は、地方文献を施行していたが、北アイルランド憲法法とサニングデール合意及び1975年の北アイルランド憲政協議会などによる北アイルランド問題解決の試みはすべて世論の支持を得られず失敗に終わった。 1970年代イギリス政府はアルスター化の方針の元 IRA に対する対決姿勢を維持した。IRA との対立の最前線にはラック及び英語に呼び役であるアルスター防衛隊が当たっていた。政府の強硬姿勢により IRA によるテロは減少したものの長期的にはどちらの勝利も望めないことは明らかであった。IRA のテロ活動に反対するカトリックも 存在したが、差別措置を撤廃しない北アイルランド政府に対して、彼らが、好意的になることはなかった。1980年代になると IRA は、リビアから大量の武器を調達して攻勢に出ようと、試みた。IRA に浸透していた身後の、情報活動によりこの計画が失敗すると、IRA はその目標を、純軍事的なものから政治的な方向へ、 シフトするようになる。IRA の停戦はこの動きの一部であった。1986年にはイギリスとアイルランド政府がアングロ・アイリッシュ協定を調印し政治的な解決を模索した。長期にわたる紛争により来たアイルランドは高い失業率に苦しめられ、70年代から80年代にかけて行われたイギリス政府の手こ入れによる 公共サービスの近代化も父として進まなかった。90年代に入ると、イギリス・アイルランド両国の経済が好転し、紛争も沈静化する傾向が見えてきた。近年北アイルランドでは、カトリックの人口が増加しつつあり、全人口の40%以上を占めるようになっている。1998年4月10日のベルファスト合意により北アイルランド統治に関する、 取り決めがなされ、ユニオニストとナショナリストの双方が北アイルランド政府に参加することとなった。しかし、両党の党首と北アイルランド議会は総選挙の延期を決定した。現在は各テロ組織の武装解除、北アイルランドの政治体制の変革、イギリス軍基地の撤退問題などが注目されているが、これまでの和平を担ってきた穏健派のアルスター統一党と、 社会民主労働党両党よりも、急進的な民主統一党と新フェイン党の統制が、拡大しており、今後も予断を許さない状況にある。ありがとうございます。